京成バス新都心営業所芝園車庫。京成バス新都心営業所は千葉県奈良市の市芝園に所在する京成バスの営業所である社内の営業所記号は4を用いる当営業所の前身として1981年の幕張本郷駅開業90年代の京葉線開通や幕張新都心の発展に対応すべく1994年に奈良市,の市 赤根浜に船橋営業所赤根浜車庫を新設し、幕張新都心エリアの路線を一手に引き受け、これが当営業所の原型となっている。2012年8月21日、これまで幕張新都心エリアを担当してきた赤根浜車庫の路線が奈良市,の市芝園に新設された新都心営業所に移管された。また、同じく、 船橋営業所から独立した船橋高速センターの新奈良市の高速営業所への昇格を機に、赤根浜車庫は、京成バス新奈良市の高速営業所赤根浜車庫として流用された。また、旧船橋営業所花輪車庫管轄の奈良市の市南部の路線が2012年12月23日のダイヤ改正実施に合わせて新都心営業所に移管された。古くは、 東京空港交通の車庫があった場所だが、当時より敷地面積は縮小されている。谷津線は津田沼駅と谷津駅近くの谷津パークタウン地区、谷津日潟を結ぶ短距離路線である。谷津パークタウン線として、スタートを切るにあたり、津田沼駅を除くすべての停留所に番号が付けられた。一番北の谷津7丁目が1であり、最後の谷津日潟が6である。 谷津干日停留所は、文字通り、谷津干日が目の前にあり、この場所でも観光はできる。ただし、資料館でもある谷津干日自然観察センターは、日潟の反対側にあり、ここには津田沼高校停留所の方が近い。この路線自体は1998年11月の開通で、比較的新しい路線であるとも言えるが、実際には、蒸気年表のように、 その前身に多日線があり、さらに詐欺沼線、久々電線、海岸線と遡ることができる。これらの路線は国道14号線を走ることを特徴としており、歴史こそ長いが、運行頻度はあまり高くなかった。詐欺沼線については、幕張西地区が陸の孤島だった頃、鉄道駅に至る手段として、重宝がられ、本数も多かったが、 幕張本郷駅の開業によりその意義を失った。総じて鉄道が便利になったことにより線路に垂直な部分だけが残ったと言えるだろう。2012年12月23日、新都心営業所に管轄移管され、名称が他日線に戻った。設定当初は専用の表示幕を持っていない車両が多かったため、数年間は、 前面と側面に掲げた板で行き先を表示していたことがあり、板は車内から吸盤で固定されていた。千葉県の特色に埋め立て地が多いことが挙げられる。千葉市南部や木更津市、川崎市などは工業用地となっているが、奈良市の,市の袖ヶ浦地区は昭和42年に奈良市の市第一級埋め立て地として作られ、その交通手段としてこの線が開業した。現在は、 第3中学校から新奈良市の駅へ通じる立橋が完成し、最寄り駅が津田沼ではなくなったが、総武線の快速が停車しているためでもあるのか、それによる影響はあまり大きくないようである。この路線は開通当時、千葉工業団地正門のやや東側に津田沼駅入口停留所を設け、そこを起点にしていた。その後、昭和45年3月に、 津田沼駅南口が整備されたのをきっかけとして、屋敷線と同時に津田沼駅南口発着となった。さらに、数回のルート変更、停留所名変更を経て、今のようになっている。深夜バスに限り、第三中学校から立教経由で津田沼高校に至るルートとなり、秋津団地への足ともなっている。2012年12月23日、 新都心営業所に管轄移管され、袖ヶ浦三丁目から触れ合い橋を経て、新良市の駅方面へ向かう津46と、深夜バスの就車のみ、津田沼高校から津52、津54系統のルートである、臨海工業団地を経て新良市の駅へ至る津43が設定され、津41が減便された。2013年12月17日に、ダイヤ改正が行われ津46が、 新奈良市の駅経由でイオンモール幕張新都心バスターミナルに乗り入れとなった。ただし本数は少ない上に朝と夜の便が削減された。その後、2015年4月1日のダイヤ改正で幕張メッセ中央まで延長され、イオンモールはバスターミナルの乗り入れを幕張メッセ中央方面のみ廃止してグランドモールを経由する。また運行は平日日中のみである。 津田沼駅、幕張メッセ館は、幕張メッセで、特定のイベント開催時に当初ノンストップで、秋津小学校、幕張西6丁目を通って運行されていた。その後、現行に近いルートで、京成津田沼駅を経由するようになった。袖ヶ浦団地が、第1級目立て地なのに対し、秋津霞団地は、第2級目立て地である。団地入居当時は、袖ヶ浦から 霞江は直接道路が通じておらず、袖ヶ浦団地線とは全く別系統の路線がここに生まれた。総武線津田沼駅、京葉線新奈良市の駅を結ぶ連絡バスの役割や、津田沼高校の通学輸送を担っている。道路線の深夜バスは前日の袖ヶ浦団地線に組まれているためルートも異なる。また、平日、早朝1番の津51系統を新奈良市の駅行きは、 高山小入口始発となっている。以前は、谷津2丁目を回っており、谷津7丁目前後の道路が境外であることと、谷津駅付近の踏切の通過と、国道14号線を走ることで、定時走行に支障を生じていた。平成3年3月29日より、奈良市の市道3.32号線が開通したことで、この線を含む津田沼駅発着線のほとんどの車が、 こちらを経由するようになったので、定時制及び所要時間が改善された。なお、マロに、エハシの開通に合わせて、臨海工業団地経由便が新設されている。この便は、京成津田沼駅経由と表示されており、やや迂回したルートであるために、全線乗れば新柄市の駅への到達時間が、若干遅くなる。所要時間は前日の津46系統と、ほぼ、同様である。 また運行は、平日の朝夕のみで朝は、津田沼駅発、夕方は新良市の駅発のみの片方向のみの運行となっている。そのため、経由しない津51系統と津53系統では、京成津田沼駅は、マロニ、エハシ、臨海工業団地は、津田沼高校が最寄りのバス停となる。以前は工術の霞団地線と一緒に、秋津霞線として、 津田沼駅から新良市の駅幕張本郷駅間を直通して走っていた。また、津田沼駅秋津小学校から新良市の駅間、折り返し便に限って、午前は津田沼駅業が、午後は新良市の駅業が、霞六丁目経由で運行していた。霞六丁目を経由していたのは、京葉線開業前の路線で、霞六丁目付近に、 秋津霞団地終点停留所が存在しており、経路変更による乗客への迷惑が生じないようにしたからである。しかし、新奈良市の駅折り返し便が午前午後で経路が変わるのに、幕張本郷駅発着や谷津二丁目出入庫便は霞六丁目を経由しないなど、若干わかりにくい運行の仕方であった。おまけに、津田沼駅幕張本郷駅間の直通便について、 新良市の駅をまたいで利用する乗客もあまり多くなかった。そのため効率化を図るべく、1999年5月28日に、この線は新良市の駅を境に分割された。同時に、東側の霞線については、当時の赤根浜車庫担当に変更となったが、2012年12月23日、霞線の霞団地線への解明とともに、 秋津団地線も新都心営業所の担当とされた。なお、第七中学校停留所は、奈良市の私立、第七中学校の所在地であるが正門は、霞六丁目が、最寄りの停留所である。ただし、後日の霞団地線、奈良市の主ハッピーバス開浜ルートは、第七中学校停留所が、最寄りとなる。2016年2月16日に、ダイヤ改正が行われ、 新都心営業所発着便の都53系統と都54系統を設定した。都53系統はかつて、多日2丁目出入庫便に使われていた、系統番号だった。なおダイヤ改正以前にも新奈良市の駅到着後に、新都心営業所行きに変わる便もあった。現在だと、多日地区から新奈良市の駅までのハッピーバス運行も要望されている。 ボルボ製連接バス連接バス及び、超低床車導入前は3、扉車が中心だった、下路連接バス、シーガル幕張臨時改札口を通過して、バスに乗車する通勤客幕張本郷駅と、海浜幕張駅付近のオフィスビル等との間を、輸送する路線である。この路線は1985年に、千葉運転免許センターを利用するための路線として、開通した。 1994年4月8日には、奈良市の赤根浜に赤根浜車庫が開設されたことに伴い、新都心幕張線を花輪車庫から赤根浜車庫に移管された。この時、赤根浜車庫に配置された26台の全車両が、白地にブルーの塗り分けでカモメを配した屋根状も、高層ビルからの視認性を考慮した塗装デザインとなった。これは、 臨海地域を表現したものとされている。その後、海浜幕張駅周辺の施設の充実に伴い、本数が増加し、赤根浜車庫ができた時点では、データイム5分置き、朝ラッシュ時は1分置きという形成バスの再頻度、運行路線となった。長弱車を使用してもまだ積み残しが出てしまうようになったため、1998年12月10日より、定期路線として、 日本初の連接バスを10台投入して、現在に至っている。なお、連接バスの投入により、運行便数は若干減少した。千葉市は2009年から2011年にかけて、連接バスの更新と導入台数の増加を図り、将来は、モノレール、LRT、BRT など新たな交通システムの導入可能性を、千葉県などと連携しながら調査。 検討していくと発表している。2010年2月19日より、メルセデス・ベンツ・シタールによって、車両更新が開始されることになった。2010年末より順次追加導入され、現在は15台のシタールが投入されている。平日の朝ラッシュ時には、幕張本郷駅から、幕令 HQ 交海浜幕張駅行きが、半数程度運行され、2011年3月以降は、 原則として全便が連接車で運行される。この急行については、幕張本郷駅停留所に運賃収支ゲートが設けられ、車外で運賃を前払いし、全扉から乗車可能となっている。なお、この急行は幕張本郷駅を出ると富士通まで無停車であるため、免許センターを利用する人は確定便に乗らなくてはならない。また、2011年3月からは、 朝のハイテク通り方面のアクセスとして、マクレイ山系統に急行が新設された。一般車による運行で、マクレイ市とは異なり車内で、運賃収受を行い、富士通は通過、かつテクノガーデンが終点となる。マクレイ山の急行については、ハイテク、医療センター発着便は1996年に開通し、タイラドのみの運行である。ゾゾマリンスタジアムから西側に走る。 以前からこの路線に限り簡易的な英語継ぎ提案内が行われていた。また2006年4月からはマリーンズ選手の案内放送も登場した。富士通、ゾゾマリンスタジアム、マクハリメッセ中央館については、現金100円 IC カード168円の均一運賃制となっており、現金の方が IC カードよりも安くなっている。これは、口述するイオンモール、 幕張新都心線でも採用されている。平成の初めに開通した線である。海浜幕張地区のこれからの発展への準備として、開業した路線らしい。開業当初は循環線でなく、放送大学経由の市町村アカデミー泊まりだった。その後、幕張本郷駅幕張2市第二公園、放送大学海浜幕張駅や、幕張本郷駅放送大学、 海浜幕張駅など、海浜幕張駅に至る路線もあったが、1997年4月1日に廃止され、循環線だけとなった。当初から利用者があまり多くなく、本数的にも少なかった。将来的に、中瀬線新都心幕張線のように本数が増加するというのもなさそうである。開業当初は、花輪車庫担当だったが、 1998年12月10日の改正時に、赤根浜車庫担当となり、車も幕張新都心線と同じ、カモメカラーになった。赤根浜に遺憾の理由は、連接車導入で一般車が余ったためである。2012年12月23日の改正で、幕張に次第に公園から先コロンブスしてを経由して、幕張本郷駅に戻る幕23を新設。 日中便は、幕23の運行になり幕21の運行は、朝夕のみになったが、2013年12月17日に、幕23を、廃止幕21は、日中便が復活した。2008年にオープンしたマンション、コロンブスシティへのアクセスを目的に開業した。県総合教育センター付近の交差点の制約により、浜田緑地海浜幕張駅間の経路は往復で、 異なる。また、幕張西第3公園は、従来幕令一系統、マリンスタジアム方向のみ、バス停が設置されていたが、この路線の開通により、幕張本郷駅方面にもバス停が追加された。ただし、本路線開通後も、幕令一系統は従来通り、マリンスタジアム方面のみ客扱いを行う。幕張ベイダウンを走るハイブリッド車。 京成バス担当便と平和交通担当便とが交互に運行され、両者合わせて日中は1時間に4本運行される。また、マリンルートは平和交通と京成バスでは順路が逆回りとなっており、京成バスは幕張ベータ運内を半時計回りに循環する。ラッピング車両で運行されるイオンモール幕張新都心線4517号車。 イオンモール幕張新都心のオープンに伴い、2013年12月17日から運行開始した路線。この路線開設に伴い、霞団地線、新都心、幕張線、幕張団地線で運行系統の廃止などの路線見直しが行われた。系統番号30番台が幕張本郷駅発着系統60番台直通が 海浜幕張駅発着系統である。廃止されたイオン六十四はイオンモール幕張新ントシングランドモールに着くとイオン六十三の海浜幕張駅行きになるのでイオンモール幕張、新ントシングランドモール北からも投資で乗車が可能であった。海浜幕張駅発着系統については現金百円 IC カード百六十八円の均一運賃制となっており現金の方が IC カードよりも安くなっている。ピーク時のみ、幕張本郷駅発着のイオン直通系統に限り、奈良市の出張所や長沼営業所からも運行する。海浜幕張駅から発車する、幕張ベイパーク線新都心海遊線に充当される、日のポンチョ現在、海浜幕張駅新奈良市の駅間には、大型バスが充当されている。他客機には、 大型バスを使用して運行することもある。ポケットバスは、海浜幕張駅を中心に、小型バスで運行され、イオンモール幕張新都心の開業以前は、イオンモールに隣接するコストコ幕張倉庫店の正面玄関前まで乗り入れ、コストコと海浜幕張駅を結ぶ買い物客の足として、長らく活躍したが、イオンモールの開業により、コストコホールセール停留所は廃止となり、 現在の路線となった。現金百円区間は百円バスの全区間、海浜幕張駅、イオンモール幕張新都心アクティブモール間と、海浜幕張駅、ゾゾマリンスタジアム間で適用される。二千十九年六月十五日のダイヤ改正にて、海五十三系統、海六十一系統、イオンモール幕張新都心アクティブモール前から、芝園東から新奈良市の駅、 新しい週61系統が廃止となるなど、大幅な減便となった。マリンスタジアム臨時バス、幕張本郷駅と、ゾゾマリンスタジアムを結ぶ、直通バス開浜幕張駅と、ゾゾマリンスタジアムを結ぶ、直通バスハッピーバスハッピーバス2007年11月29日より、実証運行を開始、二千九年五月一日より、奈良市の市ハッピーバスに解消すると同時に、 京成津田沼駅内陸、海品ルートのみ、本格運行へ移行した。2012年8月21日までは、旧船橋営業所赤根浜車庫の管轄だった。運転手は専用の制服を着用して乗務している。車両は専用の日のポンチョで運行する。車検など使用できない場合は、カモメ塗装の日のポンチョ、または三菱塗装、エアロミディ ME が使われる。 運賃は一部区間除き全ルート共通の大人160円、IC154 円、小人80円、IC77 円。バス共通カード及び水カパスも、また京成バスの発行する各種全線パス類も使用可能。コミュニティバスの全ルートが1ヶ月間自由に乗車できる定期乗車券、ハッピーパスが5000円で営業所などで発売されている。 運行形態の見直しこれまでの実証運行の結果、2009年5月1日より、京成津田沼駅内陸、海品ルートのみ事業主体を当営業所へ移し、本格運行へ移行することになった。京成大久保、三もみ駅ルートについては、市民の要望を反映した、運行形態へ変更して2010年3月末まで実証運行を継続する。これに伴い、 前述のルートへの変更が行われた。本格運用実証運行の結果、2010年4月30日をもって、みもみルートは廃止された。京成大久保ルートは、みもみルートの一部区間をカバーするように、経路変更が施された。なお、11番三角公園を越えて乗った場合、大人210円、子供110円で、平日の昼は交互に運転される。 千葉海浜交通の代償となる、京成バス新都心営業所4484号車、外部リンクラッピング車両で運行される、イオンモール幕張新都心周遊ルート2012年12月23日に、旧船橋営業所花輪車庫と、旧長沼営業所花見川車庫からの移転統合により、当営業所の出張所として、設立された。 日の自動車製の車両を中心に配置しており、基本的に配置車両は白地に、青色でカモメを配し、京成の文字を入れた塗装となっている。ブルーリボンシティ、ブルーリボンにが主力。ただし、現在では、旧船橋営業所花輪車庫からの遺憾により、京成バス一般塗装車も配置されている。基本的に、一般塗装車が使われていた、タニ線、袖ヶ浦団地線、秋津団地線でも、 台数の増加からか、新塗装車の使用が近年かなり増えているもののこの3路線は、優先的に一般塗装車が使われていたが、最近は、長尺車の4枚寄りども運用に入っている。また、新塗心営業所移管後に、車体構成された車は、カモメ塗装に変更されている。イオンモール幕張新都心のラッピングは、一般塗装車に行われており、主に、イオンモール、 マクハリ新線に使用されている。一部の車両には、千葉ロッテマリーンズのラッピングが施されており、埼玉西武ライオンズとの共催である、埼玉 VS 千葉シリーズ開催時には、西武バス立川営業所に貸し出し、上北大駅、西武ドーム線を運行することがある。新都心マクハリ線や、イオンモール、マクハリ新線で使用する連接バス。 メルセデス・ベンツ・シターロが15台配置されており、塗装は青緑色をベースとし、1台ごとに車体上部の帯色を変えている。新都心海遊専用、奈良市の市ハッピーバス用の小型車は、日野、ポンチョ、日野、レインボー7メートル車と三菱ふそう、エアロミディ ME が所属。ハッピーバスのポンチョを含めて、全車 LCD 運賃表示器を設置されている。 在籍する車両は、ほとんどが、旧船橋営業所赤根浜車庫、花輪車庫から引き継いだもので、2012年8月21日の新都心営業所の新設と路線移管、同年12月23日の花輪車庫閉鎖と路線移管などに伴い、順次新都心営業所に転属された。ありがとうございます。